ミセヌムミセヌムは、イタリア南部のカンパニア州ナポリ県にある港町で、ある。現在は、ミゼーノと呼ばれ、コムーネのバーコーリに属するフラツヨーネである。ミセヌムは、ナポリ湾の北西部の岬にある。神話によると、ミセヌムの名前は、ヘクトールの仲間で、アイネーアースの称賛者であったミセヌスから名付けられたと、される。ベルギリウスのアイネーイスによると、 ミセヌスは、海の神トリートオーンとのトランペット競争の後、この近くの海で溺れたとされる。紀元前39年、共和制ローマの3頭間オクタウィアヌスとセクストゥス、ポンペイウスがミセヌムで、停戦協定を結んだことが知られている。古代ローマ時代は、ローマ海軍の最も大きな軍港として機能しており、ミセヌム内のユリウス港は、ローマ海軍で最も重要な艦隊の、 ミセノム艦隊の母校であった。ミセノムの軍港としての機能は、アウグストゥスの副進、マルクス・ウィップサニュース・アグリッパによって整備された。ミセノムの港湾の様子、ミセノムは、風光明媚な立地でもあり、プテオリア・ネアポリスから持ちかかったことより、ローマの別荘地としても知られ、ローマ帝国、第二大皇帝のティベリウスは、ミセノムの近くの別荘で死去したと伝わっている。 ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは79年にミセヌムのローマ海軍の艦隊担当として赴任していたが、ミセヌムからナポリ湾を挟んだ位置にあったウェスウィウス山がその年に噴火した様子を目撃した。プリニウスはウェスウィウス噴火の被災者の救出のためにウェスウィウスへ向かったが、その後の噴火に巻き込まれて死亡した。プリニウスが噴火に巻き込まれた様子は、 当時、店のムに住んでいたおいのガイウスプリニウスカエキリウス、セクンデスによって書き残されている。ありがとうございます。